水瀬いのり、大西沙織、ピックアップガールズ。この番組は Amazon アプリストアと断末メモリアフレーゼの提供でお送りします。かわいいリボンみたいにしたの。かわいくしてあげたの。そう。えら食べて、これもう一個やりたいから。味違う？いや全部一緒だと思う。待って、何が入ってんの？チョコレート。あ、これクランチチョコっぽくない？ぽい。いちご味。ぽいって言いながらぽいするのやめなさいよ。じゃあ私ラムネ行こう。ラムネ懐かしいな。なんか美味しいよラムネ。あ、しかも色違うんだ。なんかそういろんな色入ってる。あ、でもこれオレンジ味かもしれない。私さっき食べたのなんかレモンっぽかったかな。ちょっと開けて食べないけど。あ、オレンジだね。わかんない、何味これ。じゃあ白食べてみて。もうラムネって何味なの。ラムネって何。ラムネってなんだろう。砂糖。原材料砂糖菓子なのか。いやでも砂糖わかんないけど美味しい。美味しいよねラムネって。でも日本のものじゃないもんね。日本のもの。そうなの。わかんない、ほらカタカナのものは全部外国からいらしてるものとイメージ。安直。鼻息。見て待って。あれ鼻水出た。やめなさいよ。あ、いいよ。こっちの方が絶対もっといくよ、軽いから。これ無理でしょ。バカだね。何これ。あ、そうだ、時計見て。何時。12時。はい、12時回りました。はい、ちょっと失礼。え、怖。ちょっと一瞬さよなら。ハッピーバースデーイノリ。すごい。ハッピーバースデーイノリ。ハッピーバースデー。もういいくない、そのもうあのよアドベンチャーゲームで見るステップ。ハッピーバースデーイノリ。ハンター系のやつでそのアクションあるわね。ハッピーバースデー。ありがとう。今日は12月2日だよ。あ、そっか。そうだよ。そうなんだ、今日なったばっかり、ノットばっかりだから。そっか、今日土曜日か。そう、一番にお祝いしました。センキュー、センキュー。え、すごいじゃん。ハッピーバースデーイノリン。イノリン。イノリン。ざわざわ。どうした、なんでイノリンにした。私の仕業じゃない、きっと。あ、もうイノリンなんて書かないもん私。じゃあご夫婦する。危ない、はい、夫婦してください。じゃあ3、2、1どうぞ。しょっぱい。一個ずつ消していくの。そうね、はい。OK。 イエーイ。くせくせ。もう早く抜こう、こんな物騒なものは。ちょっと待って。あ、じゃあそれ抜いて待ってて。うん、ちょ、まだあるから。まだあるの。めっちゃ張り切っちゃったじゃん。そんなこと去年してくれなかったじゃん。なんかの力が働いてんの。ハッピーバースデーイノリ。いやー、キラなことするじゃん。いいでしょ。ちょっと待って、そのまま固まってて。いや、どんだけおもてなし。いや、ちょっといろいろやりたいことあんだよ。よし。わあ、やだ。うわあ、やだそれ。私一人のさ、お祝いの分じゃ足りないからさ。いやだそれ、怖い。ハビバセ。怖い。ハビバセ。ハビバセ。わーい。ハビバセ。イエーイ。本当にハッピーバースデー。すごい、こんなに鳴らしたの初めて。すごい、友達少ない子なのに一生懸命一人が応援してくれてるみたいになってる。これ5人ぐらいで一斉にやってくれるシステムなの。でもほら、これをこうやって置いとけば5人でパーティーしてる。アーティストみたいに見える。汚いけどまあいいでしょう。すごいプレゼントの山。おめでたいことだよ。ありがとう。水瀬いのりという人物が誕生した日だからね。そうそうそう。じゃあちょっと切りますか。食べますか。いいの本当に。食べましょう、せっかく用意したんだから。ありがとう。よいしょ。
ちょっと私でっかくない？ケーキ熱い熱いよ。いやほらだって私甘いもの。あ、違う甘いものえ？甘いものさ制限してんでしょ。制限っていうか胸焼けしちゃうからフルーツだけどんどん食べていくわ。え？お皿いらないよ。いのり見て。うわ怖い。え、切り分けさせてくんないの？うん。あ、うん、もうそのままでいい？いくない？じゃあ土台いらない？土台は後で食べる？うん。じゃあいいね。包丁は。おいしいよ、沙織。わかるよ。どんだけ嬉しいんだよ。フルーツいいよね。私もおいしい。冷たくてみずみずしいの。あ、また口から出た。生き返る。締まりが悪いな。疲れてんじゃない？疲れてるはあると思う。あ、私22歳か。え？まだ22歳？うん。早く追いついてきなよ、私に。この緑の何食べて。ん？野菜の味がする。いや、マスカットじゃない？ん？何これ？何これ？私たちの知らない。フルーツが現れてる。誰？桃？緑の桃？ないか。うん。なんだろう。まあ、美味しいねっていうね。美味しい。これね、プレゼントですけども。うん。みのりさん。うん。あっち見て。見てる見てる。え、あれ見えてる？あの四角いやつ。テレビ？今まであった？ない。模様替えしたんですよ、うち。全部が唐突すぎてマジでついていけてない。テレビをね、うん、買ったんですよ。おめでとう。見れんの？これで。見れます。ちょっと見よ。せっかく誕生日ですね。え、すっごい嫌だ。なんでよ。怖い。何があるの？大丈夫、そんなちっちゃい時のあれとか映像とか出てこないから。秘蔵映像とかない？はい、じゃあこっち。はい、見覚えはありますね。イブちゃん。イブちゃんです。イブちゃんだ。第2回に私たちを占ってくれたイブブル、ね、イブ…あ、噛んじゃった、うん、噛んじゃったし、いいよこんなことしてもらわなくても。バカバカ。じゃあちょっとお誕生日の、わざわざこんなことお願いしたの？お祝いメッセージもらってきましたので、どうぞ。水瀬いのり様。しかも映像なのに静止画。今あれだから、いい音楽流れてるから。静止画じゃん。お誕生日おめでとうございます。あの時お話ししていた旅行はどうでしたか？まだ行ってませんね。行ってない。これからいのりさんはフォーチュンサイクルでいう決断の時期に入っていきます。うん。何かをいろいろ決断したり、覚悟を決めたり、選択することが増えていくでしょう。でも2018年の6月から24年に一度の運命期の予告がスタートするのですごい、とてもとても素晴らしい1年になるはずです。ありがとうございます。はい、どんなことが起こるか楽しみですね。たくさんの素敵な思い出、出会いと仕事、プライベートが充実しますように、代官山の魔女部屋から応援しています。またお会いできる日を楽しみにしています。イブルルドはるかさんということで。ありがとうございます。いや、すごく嬉しいんだけど、テレビで見る意味ある？これ紙でいいじゃん。ダメダメダメ。いや、映像だから。やっぱ綺麗な画質で見なきゃね。すごい、動画を待っちゃったじゃん、やっぱり。すごくイブさんにまたね、見えると思って。会えるって。そうそうそう。あ、今動画待ったっつった？動画待ってた。動画待ったっつった？うん。動画待ったっつった？言った。はい、次に行きましょう。次です、どうぞ。いや、終わんない。うわー、はい、真央先生だ。真央先生よりお誕生日メッセージ預かっております。うん、あ、そっか、イブさんは時間なくて、はい、多分メッセージワープロだったのかな。はい、真央先生は多分前回の、あのお会いした時に、うん、こっそりもしかしてお願いしてた動画。さあ、それはどうでしょうね。見たい、見たい、見てみましょう。真央先生見たい。あ、マジでビデオレターじゃん。いのり、お誕生日おめでとうございます。しかも自撮りじゃない。これ、じゃがまる君風コロッケを一緒に食べずに帰ってしまってごめんなさい。とんでもない。美味しくできましたか？できた。22歳のお誕生日ということでですね、うん、これからはお忙しい毎日だと思いますが、きちんと自分で料理をすると健康管理もすることができるので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、修行をもししたかったらまた言っていただければいつでも駆けつけます。毎週のピックアップガールズも楽しみにしています。
ちなみに、豚草はですね、うん、豚も食べるんですが、アメリカから来た外来種植物で、うん、豚がいるとこぐらいにしか生えない草といったようなたげずまれた名前の由来があるので、ぜひこちらも覚えてみてください。いい笑顔。ではでは、真鍋真央でした。バイバイ。バイバイ。いや、どうよ。嬉しい。真央先生、自撮りだ。しかも自撮りだよ。しかも、うん、自宅かな、これ。エプロンつけてるから。でもか、後ろが自宅っぽい。え、自宅で撮ってくれたの。うわー、こりゃ家族巻き込んでやってんだよ。忙しい料理の時間割いて、私の誕生日動画もう終わりか。終わり。そっか、ありがとう。いや、今までね、ピックアップガールズに関わってきてくださった、関わってきた、うちに呼んだ、うん、みんなを。みんな2名。みんな2名ですね。みんな、まあ、まあ、そっか、イブちゃんと、うん、真央先生、うん、そして、まあ、ブタクサのことも話したので、拾ってくれたんだ。そう、パーコということですかね。出た、パーコ。いつもこれはもう危ない。もう、ありがとう、パーコも。いや、みんなで、じゃあ今日は豪勢なちょっと食卓と行こうか。そうだね。ブー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 一回漂白しよう。今度ちゃんとおぬいぐるみを洗剤とかで一回洗ってあげよう。じゃあみんなでパークを洗濯するっていうイベントやるか。うん、やろうか。オッケーオッケー、分かった、ありがとう。本当に幸せなことですよ。いや、でもわざわざあんな映像も撮っていただいて、そう、本当にありがとうございます。で、それを流すために私はこのね、テレビをね、昨日の夜ここに運び込んで設置して、本当疲れました。ありがとうございます。感謝してください。もっと、いや、感謝して。だから私も今度の8月今度の8月今12月、8ヶ月後か。1、2、3、4、5、6、7、8、8ヶ月後になんかやるよ。じゃあもうこのお家はないかもしれない。そんな、いやいやいや、このお家はもう引っ越してるかもしれない。本当、そしたらまあ新居で盛大にやろうよ、うん、言ったね。絶対だよ。絶対やってね。絶対やりますよ、そりゃ、はい、だってお返ししなきゃいけないからね。そうだね。そういえば私、8月の誕生日って何やってあげたっけ。あ、でもみんなでお祝いしたか。まさに。そうだよ、こういうお家で当日。しかもこういう感じになったじゃん。お家、焼肉食べてたんだよね。そう、で、まさにこうクラッカーもしたしね。うん、した。やってもらえた。したした。した。嬉しいです、誕生日ありがとうございます。おめでとうございます。12月2日か、今日。やばいな、私今日。あと何時間後にステージに立つんですか。ああ、落ち込まないで。楽しいことでしょ。そうだね、楽しいことだよ、うん、楽しいことだし嬉しいことだけど、いやー、来ちゃった、誕生日が。はい、今年の誕生日はね、一番なんか頑張ってる誕生日かも。てか、すごくない？誕生日当日に自分のライブあるってすごくない、うん、すごいと思う。みんなのハッピーバースデーを降り注ぐことでしょう。歌ってくれんじゃない、もしかしたらね。何万人という嬉しいファンの人が。何万はいかないと、多分5000ぐらい。すごいことだよね。一人に対して普通に来てからさ、5000人にお祝いされるなんて、そんなことないからね。ない。その中に私もいるかもしれない。そうだ、いるかもしれない。チョリーンって、うん、みんな関係者席をね、やめろやめろ、探すかもしれない。やめろよって。いや、もうそしたらもう変装して坊主とかにして。分かった。金太郎のコスプレできたら、やっぱり髪の毛も金太郎っぽいから。まあ、さかりかつい。あ、いいよいいよ。絶対止められるわ、あのお客様。金太郎ですって言えばいい。金太郎です、何ですかって。あ、どうぞってなる。ちゃんとレーベルの人に伝えとくから。あ、ほんと、金太郎来ますって。金太郎今日来ますって。金太郎来日、うん、クマにまたがっていこうかな。大吉も何も、クマ日本生まれだろ、金太郎は。クマに、ほら、ちょうどいいじゃん、このクマ姉ちゃん。やっぱ、いこ来た。まさかりがついた。いいよいいよいいよ。もうでもダメ、絵がダメ、絵面がもう。もうダメ。痛い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 。変なこと言わないでよ。クマにまたがってきちゃダメだね。お馬に、うん、お馬にまたがり。クマだよ、クマだよ、クマクマクマ。お熊、え、歌は、お馬にまたがりじゃない。え、馬、いや、クマでしょ。だって金太郎さん、クマにまたがってるもん。あの時代はあれが馬なの。え、馬よりクマの方が先に生まれたってこと。この地球上には何が一体生まれたの、一番最初に。いや、もう規模がでかすぎて考えらんないもん。宇宙よ、もうビッグバン。宇宙ね、宇宙行きたい。私、宇宙旅行したいもん。
今言っとけばいけるかも。いける、ピックアップガールズ宇宙編、宇宙編やば、絶対無理だろうなだ月にさ、私たちのアーシャを立てたいよ、旗みたいにして、はピックアップ制っていうの作ってすぐ消滅しそう。ピックアップ制、星っていくらで買えるんだろうね。星はでも何でも買える時代だもんね今ね。見つけた人が買えんのあれは、じゃない、見つけて、まずじゃあめっちゃいい望遠鏡みたいなの買わなきゃいけなくない？そうだね、月をこう探して、うん、あそこをピックアップ制にしようっていう、よし、狙いをあそこに示して、で飛び立つわけでしょ、うん、飛び立つってどれぐらいで宇宙行けるの？わかんない、なんかさ宇宙エレベーターできるみたいなの言ってたけど、あるよね、まだ1000万とかだっけ。1000万で 月に行けんじゃないの？月には行けるけど購入はまた違う話。購入はいくつでできるの？いや自分で見つけたら自分のものにしていいのかな。買わなくていいんじゃない？誰か教えて、月の買い方。わかんない、星の買い方。じゃあ星に詳しい人今度呼ぶ何でもってあるじゃんあるよ、めっちゃ顔広いじゃん。顔広いよ、どんな人でも来てくれるもんね、言ったら、じゃあちょっと宇宙兄弟呼ぶか。宇宙に詳しい兄弟を呼んでいるの本当にそんな人いるいる。ダンメモで検索。ダンマチメモリアフレーゼ新章解放、もう一つの物語が今始まる。ダンメモで検索。トゥルルルルルツチャ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 、ちょっと待ってくださいね、こっちの方が少ないわあれ、プロの方ですよね先生、これはこっちですか？それは逆です今日の私たちの星を集めると16個、すごい弾力、でも高いでしょと思うでしょ、うん、なんと今なら1キッパ、1キッパ安い、相場が分かんない私も